はい、皆さんこんにちは、会長希少氏です。今回は、質問コーナーの第2弾ということで、まあ、最新に入れてくれてる人とか、まあなんかすぐ返してほしいみたいな多分あると思うんですよ。せっかく質問したのに返すのがめっちゃ遅いみたいな嫌だと思うんで、まあパッパパッパやって、まあ、早く最新の方まで行って、まあ、あとは溜まったらやるみたいな感じにしようかなって思ってます。というわけで、今回もね10分ぐらいやっていくか最後の一番下の質問は前答えたんで、まあ上の4つからなんですけど、ルミナス船仮説本当ですかっていうの、いやどっから出てきたねって話なんですけど全然仲いいです。仲良くなかったらそもそも組まないっていうか、やめちゃうと思うから、継続してやらないから、まあ仲はいいですね全然。ぴょん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 、はい、ぴょんぴょん。ボイドは脇号かベガ号どっちおすすめですか？脇号ですね。あの去年の年末ぐらい、年末ちょい前ぐらいか、11月ぐらいがまあかなりのまくり環境だったのかな。確かそこら辺の数ヶ月がまくり環境で、その時はねベガ最強だったんですけど、ただベガ積むなら脇屋の方がいいかなって個人的に思います。はい。コンパス以外でやってるゲームは何ですか？いっぱいあるんですけど、まあ、まずはスプラトゥーンでしょ、あとモンハンワールドとかもそうですし、最近はフォールガイズとかもやってますね。あれ面白いですね。で、あと何、パズドラは入ってて、あと入ってんのなんだろう、あんまやってないんですけどね。白ドラとか FGO とかもやってたんですけど、まあ、ちょっとさよならはしてないけど、あんまりやってないですね。全然ゲーム、スプラとコンパス以外あんまやってない気がしますね。あと第五人格とかもやってるね。あとマイクラとかもやってる。まあそんなに頻繁にはやってないけど、おすすめのゲームとかあったら教えてください。っていうかやってるゲームあったら、まあぜひ、一緒に遊んでください。まあ、特にスプラトゥーンなんかはなんか友達少ないんでね、いろんな人とやりたいですね。はい。まあ、次か、トロサーモン使いのチュンリーさんどういうことやね。まあ、チュンリーイコールトロサーモンだからね、まあ、逆っていうこともねあるかもしれないですね。はい。ガタツ三人衆の動画、あーガタツ三人衆、タダガミソルセイバーかな、あとカイ、なんかいっぱいいますね。うん、三人どころじゃないですね。はい。マリアとギルガメッシュの、ね、HS を同時に使うみたいな動画みたいです。それやろうと思ったんですけど、なかなか難しくて、結局断念しました。またまあ機会があればやります。断念したっていうか、まあ、やってくれる人がいないっていうか撮影機能を募るのが大変というね。はい。トロサーモンくんのこと好きすぎません？片思いですか？いや両思いです。すいません、両思いです。会長さんの頭をめちゃくちゃに撫で回してみたいです。お金取るんですけど、まあそれでもよければどうぞお願いします。まあ1回500円ぐらいでお願いします。アダムの同色の足に剣にならどこから変えますか？メドルはあまりないです。デッキによる。今のねミクグソウミみたいな、もう加速ビュンビュン編成でアダム使うなら、まあ足1変えて、まあハイブリッドでもいいかなって思うんですけど、
まあ、基本的には腱崩して足曲振りみたいな感じが強いかなって思います。助走写真を上げてください。助走写真は多分しのみやさんが持ってますね、僕のは。なんでまあどうしましかったら、しのみやさんに DM してください。まあ、その先は知りません、どうなっても。あ、このこれはアニメですね。このアニメはなんだっけ、アリリアさんのアイコンだったやつだっけ、わかんないですけど見たことはないですね。とろさと両思い結婚式いつ、結婚式結婚式はまあ、まあ、ルミナスがまああのグランドスラム2連覇したらということにしておきます。グランドスラム2連覇したら結婚式あげます。はい、会長さんとスプラやってみたい。あ、ぜひお願いします。やりましょう、マジでやりましょう。声好きです、とても。ありがとうございます。声好きです、ありがとうございます。あんまり自分の声好きじゃなかったんで、そうやってやってくれてくれる人いるとちょっとやる気出ますね。声好きです、落ち着きます、眠くなります。まあなんかまったりしてる声してるかなっていう感じはしますね。ルルカ使ってる時にスタンのかかっているアダムかスタンのかかっていないリリカ、どちらを優先的に倒すのがいいですか。そりゃアダムですね。リリカはね、基本的に迎撃カード入ってないんで、あの後からでも全然倒せるかな。アダムはね、もうフルカナあるから、まあ、いつどこで邪魔されるか分かんないんで、アダム優先かなって思います。まあ、そもそもスタンかかってるアダムかスタンのかかってないリリカって、それはかかってる方から倒すでしょっていうね。はい、剣目ボイドがなくて、緑カノーに赤いイエーガーユニドで固定再建してるんですが、やっぱり剣ないなら脇号とか脇ベガにするべきですかね。そもそも剣あろうがなかろうが脇カノーはちょっと時代遅れかなっていう感じします。まあ相当捨てが高いとか、まあ多分デッキ2種類コラボ入ってるんで、この方の質問的には多分フリーバトルのできる固定だと思うんですけど、やっぱり脇号とか脇ベガの方が強いと思います。はい、会長さんと一緒にコンパスやってみたいです。シーズン S3 でもできますか。まあ放送とかで入ってもらう形が一番やりやすいのかな。か、まあそれか僕の知り合いつてで言ってもらえば多分組んじゃいます。組んじゃいますっていうか断れない性格なんで。はい、声すごい好きです、ありがとうございます。ルミナス大好きすぎるのでてっぺんマジで応援してます。全裸で待ってます。まあ、服は着てください。てっぺんは勝つことができました。はい、ありがとうございます。ボイドのメダルを厳選しようと思うのですが、何が一番いいと思いますか？足メダルが、いいと思います。はい。選べる UR で、普段国力を使っているので、バーゲン1つさせるか、他のキャラでも使える、つまり1つさせる、まあ質問してる人的には多分そんなに捨てが高くないから、まあ僕だったら D バかな。後々を考えるなら一番汎用性が高いねって。ただまあ今すぐね強くなりたいっていうならバーゲンでもいいかな。妻は多分ないかなって思います。これで最後にしようかな。全然足目つかなくてないそうです。もう僕もです。本当に足目、僕もう半年ぐらいずっと決
信ボイドのメダルつけ続けてるのにまだ完成しないっていうのは本当に助けてほしい。はい、ゾーンください。まあ取りに来てください。まだ余ってるんであげます。時々鍵アカツイートされてますが、身内限定的なアカウントなんですか？まあなんか何回か普通に定期的に遊ぶ間柄なら全然通しちゃいますね。別にそんなに悪口とかつぶやいてるんじゃなくて、なんだろうな、スプラトゥーンのことばっかつぶやいてるんで、多分8割9割スプラトゥーンのことしかつぶやいてないんで、まあちょっと遊ぶ間柄になったら全然通します。はい、動画の概要欄にバトルならできるも書いてほしいと思いました。最近のキララララララ、これは書きましたということでありがとうございます。ご指摘、今これのおかげでね、概要欄に書くようになりました。感謝。ボイドのラバトリでね、使う場合は記号がベガ号で、できるはすごく低いです。が記号ですね。はい、が記号です。はい、というわけで、ちょっともうね、4時なんですよ、朝の。ね、もう眠いんですよね。というわけで、今回の質問コーナー終わっていこうと思います。まあ、近いうちにまた第3回やると思うんで、ぜひお願いします。では、バイバイ。